これは先日栃木県の駐車場内で撮影された車載カメラの映像です。フォルクスワーゲンの運転手は初心者マークをつけてバック駐車をしています。次の瞬間、接触した場所を確認してその場から離れました。呼び止める撮影者、ピンポンパンポーン。はい、どうも、いつも全開ブリブリ昭和生まれの23歳、ゲロ兄さんです。 Let's get started。 このおじいちゃん軽トラにご注目。うん、こぼれる。この切り込み方はいけます。水のように。最後までご視聴ありがとう。仕切り直し。おじいちゃん、直進車優先ですよ。ここはどこかと言われたら、那須高原エリア。那須動物王国、着いたぜ。翌朝、こちら様、お二人様ですね。こちらでどうぞ。はい、発進、ブーン。南ヶ丘牧場到着。から脇の下とお尻を支えた前向き抱っこでご移動お願い。ありがとうございます。ゲロ兄さんチャンネル。次の目的地はニャンコ寺で有名な常楽寺にナビを設定中にゃ。初心者マークのフォルクスワーゲンにご注目。この切り込み角度で大丈夫？やってしまいました。当たった場所を確認して、と思ったら別の駐車エリアで待機していました。目撃者のゲロ兄さんが帰るまで待ってる感じに見えましたが、しびれを切らしたゲロ兄さん、とつります。ゲロ兄さんチャンネル。まず事故の状態を確認します。スピカスには目立った外傷はありませんね。どうします？警察呼びます？バッチシ見ちゃったし、呼んどきますよ。こっち目撃者として報告しますんで、逃げちゃったら運転手さんちょっと大変なことになっちゃうんですよ。逃げちゃったら運転手さん大変なことになっちゃうんですよ。逃げちゃったら運転手さん大変なことになっちゃうんですよ。運転手さん、運転手さん、自分からした方がいいと思いますよ。ぱっと見傷ついてないですよね。どうしようかって。せっかく旅行に来たんだし、やっぱこういうのはちゃんとしちゃった方がいいと思いますよ。ですね、後でこう燃えたら
あれじゃないですか。いや、普通に110番の方がいいですよ。110番必要。車検証と免許証出せる体制でいただければ。例えばね、私見たんですけど、ちょっとぶつけたみたいで。誰が？です。あ、バックの時に、ちょっとこっち側確認できなくて。ゲロ兄さんはドラレコをこの場全員に見せたら、全員が納得してくれました。あとは当事者同士の問題ですので、この場を離れます。ゲロ兄さんチャンネル。さて、今回のメインイベントは超達人。ああ、猫様猫様子猫様、この動画のいいねが2222個以上いったら、次回は2万円お賽銭いたしますことをお約束申し上げます。あー、猫様猫様子猫様。最後までご視聴ありがとうございました。ゲロ兄さんをチャンネル登録高評価で、今日からあなたは無事故の違反。それでは皆さん、ご安全に。それじゃあね、バイバイ。エンディングはソプラノ姉さんでお送りしました。